ました、ケンマスクッキング。今日やる料理はこれですよ。これ春雨買ってきたんで、韓国のね、チャプチェっていうのは、韓国でいうね、春雨の炒めですね。それを今日はやります。調理スタート。はい、今日のね、材料説明の方いきますね。まずね、春雨、今日はね、これでまあ 100g 使いますね。春雨 100g に、牛肉の細切れ、はい、こちら 120g、 それからね、玉ねぎ、人参、ピーマンの、薄く切ったやつね、これまあ大体 20g ぐらいずつ作るぐらいかな。それから、今日はまいたけとえのきね、これ大体 30g くらいずつかな、これで材料は以上です。まずね、ぐらぐら沸いた、沸騰したお湯の中にまず春雨 100g 入れます。はい、春雨入りましたよ。春雨入ったらこうやって箸でほぐして、約ね、これでね、3分間ボイルしますね。はい、春雨をね、ボイルしてる間にね、今日のね、タレの説明いきますね。まずね、これね、お醤油ね、お醤油大さじ4杯。はい、こちらね、砂糖大さじ2杯。はい、みりんね、みりん大さじ1杯半。はい、それに、コチュジャンね、コチュジャンを小さじ半分。はい、入れます。それに、ニンニクね、ニンニクを すりニンニクを1かけ分。はい。はい、これでよくかき混ぜて、これで今日のタレの完成です。はい、そしたらね、まずね、このタレをまずね、牛肉の細切れに最初作ったこのタレを少し下味として、最初にもう下味入れときます。この全体のタレのうちでこう少しね、こうやってあらかじめ牛肉の方に下味を入れて味をなじませておきます。こういう感じです。はい。はい。こういう感じで牛肉には下味を入れておきます。そうこうしてるうちにね、もう3分経ちましたよ。これで、春雨の方が下で終わったんで、これを、湯切りして水で洗っちゃいます。そしたら春雨を湯切りします。はい。そしたらね、一旦ここでもう水洗いしちゃいます。はい、さあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まずね、細かく切った野菜の方からいきますね。まずごま油小さじ1杯ぐらい入れて、はい、で最初ね、野菜から、野菜を、はい、玉ねぎね、はい、人参、はい、ピーマン次々入れていって、はい、でね、そこにね、塩ね、はい、はい、軽く一塩入れて、はい、はい、塩コショウね、はい、コショウ入れて、はい、はい、こんな感じで、はい、塩コショウで軽く最初に炒めます。はい、そしたらね、これはね、一旦この状態で一旦器に移します。はいはいはい、そしたらね、改めまして、鍋きれいにしたら、またごま油ね、これね、ごま油大さじ1杯引いて、はい、牛肉ね、はい、まず牛肉、先ほど下味つけといた牛肉からいきます。牛肉に8割なんかね、火が通ったところで、はい、きのこ入れます。はい、こんな感じで牛肉がに火が通って、きのこが少しサンとしてきたら、はい、先ほどね、意外とね、春雨入れます。はい、こんな感じです。
はい。そしたらね、先ほどね、合わせといたね、合わせ調味料ね。はい、これね、砂糖入ってる、ちょっと甘めのタレになりますね。で、これをよーく混ぜて、はい、混ぜります。はい。はい、これでしっかり春雨が、タレを吸う、吸うように絡ませるように、こうやってしっかり炒めていきます。はい。はい、いい色ですね。こんな感じでね、もうしっかり春雨やエキスを乗せて、いい感じに火が通ったら、最後の最後に、先ほどね、塩味でサカッと炒めといた、彩り野菜ね、彩り野菜をサッと入れて、はい、彩り野菜を入れたら、さーっと、さーっとね、シャキシャキ、さっきの彩り野菜はシャキシャキ揚げたんで、これがもう合わせて、軽く合わせたら、はい、チャプチェの出来上がりです。はい、完成です。はい、出来たてをね、だいぶたくさん作りましたよ。大体まあ2、3人前ありますね、これだとね。はい、これをね、まあ1人前ぐらい。うん、はい、盛り付けます。はい、盛り付けました。最後にね、ごま振りかけましたね。今日の、簡単料理、チャプチェの完成です。美味しそうです。うまそう。